はい、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。新年2024年、うん、壺ウォーク、うん、回春ギラギラシリーズでございますけども、うん、ねえ、そうね、大丈夫でした。大丈夫、年明け自分がダメだったでしょ。そうそう、ダメでした。食らってましたよね。食らってました。初のやられちゃったね。4年我慢したのにコロちゃん、コロちゃん4年我慢したのに、もうね、コロがトレンドには疎いトレンド追ってないですよ ね、 疎いね。今日はね、今日はね、あのイタリア遠征に、はい、皆さん行っちゃったからね、はい、行っちゃって今日3人で、今日はですね、はい、渋谷に来てます。はい、はい、このフローチアさんというところで、はい、フローチアさん、はい、3年前に取材させてもらってるんですけど、これエルメスですよね。そうそうそう、こういうものがあったり、いやだからなんかインスタ見たらこれ系だったから、はい、かなり大人的にはすごいそそるお店なんです、ね、ちょっとでそんなわけで今日のオギーさんの、はい、だからまあこれ、まあ、あれですよね、エルメスのダッフルコートで、はいはいはい、でこれがリーバイスの501、うん、90年代のメイドイン USA、ね、はい、で靴がジョン・ロブです、ね、あら素敵、うん、ジョン・ロブエロいっすね。ジョッパーですね。ジョッパーブーツ、河合さんが番長、一番今お気に入りのダウンの、はい、ポロのダウン、あともう一つお気に入りなのが今、はい、ジョンストン・オブ・エルガンのジョンストンです、はい、カシミヤのこれ一番気持ちいいです。あとはまあファーストかその辺はこれもまあポロだったりするんですけども、はい、靴どこですか。靴がバスクイージャン、オールデン。あ、オールデンですか。このビーフロールのタイプ、ね、そう、これもう15年ぐらい前に買ったやつで、いいですね、オールデンのビーフロール、ね、はい、輝いてるわ、はい、照りが。で、大坪はですね、はい、M65、うん、はい、まあ、アメリカ人代表で、はいはい、うん、で、グッチ、うん、スカーフですね、はい、で足元もグッチ、ビットローファー、これはね、あのここのクローチアさんで買いました。シルバーって珍しいですね、ビットが。おで、これとこれでだから茶色を合わせてみたっていう感じですね。色広いですか。はい、色広いです。赤峰流的には、はい、はい、でこういうものがまだあるかもしれないので、はい、そうですね、早速行きましょうか。はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。はい、ちょうどいいです。どうも、失礼します。いいですね、名刺交換。名刺交換使おうか。いかにもおじさん、おじーずだから。おじーずの礼儀だよ、それはね。ビジネスマナー。もうちょっと上着脱いじゃん。すごい綺麗なお店です、ね。そうそうそう、まだ見ないで、みんな。まだ見ちゃダメ。まだ見ちゃダメ。目つぶってないんですか。これまだ待合所なんで。まだ見ちゃダメ。いやいや、待合所です。じゃあ、はい、クロちゃん来ました。はい、来ました。オーナーの 山上さんが、よろしくお願いします。お世話になります。すごい筋トレマニアで、あそれ言いますで、スタッフの森さんですね。森です。お願いします。いつでも脱げるで。いつでも脱げるすぐ脱ぎます。どういうことなんですか。で、あの店長の相川さん、相川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それはどういう特徴のあるお店なんですか。80年代とか90年代ぐらいのものが多くて、はい、まあ、ヨーロッパのものから、まあ、アメリカのものまで、いろいろと揃えてはおります。でもファッションで使いやすいもの。そうですね。だからおじさん世代では、その新品の時は懐かしい。そうですね、懐かしいなって思ってもらえるものが多いかなと。あの頃若くて買えなかったけど今ならと思ったら、充電中。しかもコンディションがそうなんですよ、綺麗なんですよね。そうそう、じゃあ僕と同じダッフルがあって色違いのね。これさ、今まで作ってるやつ、はい、このだから生地がもうなんか作るのが大変みたいで。そうそう、もう作れないんですよ ね、 ね、なかなか。ムアブルックっていう生地のメーカーがこう、はい、やってるエルメスがもう、 こう認めた生地として展開してるんですけど、うん、それがもう今はないので、ね、10年ちょっと前に買ったんですよ。6億で競って10万ぐらいで買ったんですけど、競って今ヤフオク、この間見たら50万ぐらいになってますよね。そうですね、市場60ぐらいなイメージですね。って考えるとこちらはまだ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 38万5千円40サイズ48のネイル。赤茶ですね。あ、赤茶の方です。あ、赤茶、そうなんです。色が珍しいです、ね、でもこうやって見るとこの辺りが確かにそう見える、ね、なるほど。ちょっとシソっぽい。そう、いいですか、ちょっと着てみて。あ、もちろんもちろん、ご用意しますよ。うわちょっと、あ、ぴったりじゃん。うわ、いいですね。これ2個持ちどう。2個持ち、これはいい、めちゃくちゃいいじゃないですか。そりゃ欲しいですよ。サイズも一緒。サイズも一緒です、48。全く、袖もぴったり。袖もぴったり。いいです ね、 いいすね。そっか、ちょっと茶色み本当かかってますね。そうそうそう、だこのブーツと合わせていいですね。ちょうどいいんじゃないですか。そう、やっぱオレンジはね、派手なんですよね。エルメスのおじさん来たって。そう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 
そうね、まあノーレンジもエルメスカラーだからね。いやまあもう、まあ、ショッパーね、この色だから、うん、そう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 、代表的なやつですか、うん、そう、あ、いいなこれ、いいですね、見たらまた欲しくなっちゃう多分待ってます。うわいいなぁ、ネイビーよりこっちの方がいいっすね。これ、河合さん、ね、赤いちゃんちゃんこ、ちょっと待って待って待って、ホッファーじゃないですか、ホッファーも、はい、しかもクリスマスにぴったりじゃないですか、これクリスマスもう時期が危ないじゃん。ホッファーってあのオーストリアのウールをギュッて圧縮させて、圧縮してすんごい詰め詰めにしてあったかいやつですよね。そうです、そうです、この生地も新品だとなかなかもうないなんで、ねはい、オッファー自体もちょっと多分そうでしょうね。ないああもうぜひぜひ、あ手心地いいわ、やっぱ、あーいいな、かわいい、かわいい、かわいい、手心地いいわ、これ7万なんです。7万いやでも竹感もいいですね。あでも袖このポケットかわいいね、珍しくサイズがちゃんと合ってぴったり、あれいつも俺合わないのが、うん、あでもぴったりだねこれ、グリーンのパイピングっていうか、まあ、切り返しだよねこれが、この目の詰まり、うんうんうん、いいよねこれ。新品だとちょっと硬いんですけど、うん、こうやっぱユーストだといい感じに、そうあの重ね着しても若干全体的に伸びるから、そうですね、いいですよね、なんか馴染み感ありますね。すごい、いやだから本当着心地いいだね。ホッファーいきなり着て馴染む人いない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 、ホッファー結構難しいですよ。いい、ね、でもあとこのボタンだね、なんていうんですか、鼓ボタンです。鼓ボタン、はい、あの鼓太鼓のこのアルニスか、そうですね、アルニスとか、アルニスもね、日本にあった時にはみんな全然見向きもしなかった。そうですよね、今やもうアラニスってどういうアルニス、アルニス、アルニス、だからエルメスの、はい、あの皮挟んだサガンのアルニスじゃないですか。そう、ウガンのエルメス、サガンのアルニス、そうそう、ウガンのエルメスの同じぐらい、まあ、すごいクオリティの高いもので、僕もあの店に何度か行ったことあるんですけど、はい、アルニスのやっぱね、2階とか行くとこう引き出し上げると、はい、グローブがめっちゃこう置いてあって、はい、こう指の色がね全部違ったり、指だけ違うみたいな、あ、ぴったり、あ、ぴったり、あ、ぴったりじゃん、わ、これかっこいいっす、ぴったりですね、ありがとうございます。すいませんでした。やっぱこうフランスっぽいですよね、ここのラペルの、はい、ね、フィッシュマウスの感じが、ね、このパクッとなった、そう、そう、ここが魚の口みたいな、パクッと、はい、うわ気持ちいいなこれ、どんどん高めていってないですか、これ触り方がね、そうそうそう、いやらしいんですよ、いやいやだって気持ちいいんだもん、このソフトタッチ、うん、カシミヤ触りたくなるもんね、これ黒ですか、黒だ、ね、黒ですね、珍しいんですよ、なるほど、はい、珍しい、黒ってあんまり作んないんで、やっぱり、確かに、うわー、ちょっと待って高まってる、高まってる、これは肩もめちゃくちゃいいっすよ、うん、ぴったりじゃない、今新品でこのカシミヤで13万のって買えないっすよ。アルニスはあの、まあ、アーティストとか、うん、有名なのはコルビジェ、ね、コルビジェ、オレスティエーヌっていう、オレスティエールジャケットですよ、いやその辺のエルメス、これは絶対これですよ、これなんだけど、ちょっともうね、やっぱね、手の運上服なんだ運上、いやでもこれシープですか、これラムスキン、ラムですか、はい、これはすごいですよ、これすごいですよ、お値段先に聞いといたポジショニング、ね、当てませんいや僕知ってるから、あ、知ってるの、ちょっと待って、250はしねえか、200ぐらいするんじゃない、いや80ぐらいじゃない、80ぐらい、一番近い人は買えるってことで、ね、買う権利、買う権利よね、これいつぐらいのものですか、これはそこまで古くないですけど、うん、90後半から2000年のこうちょうど前後ぐらいだと思いますね。じゃあ答え合わせいきます、はい、66万、意外に買えますよ、買えますよ、66万250ってかなり、いやいやね、高ぶれしてましたね、だってやっぱエルメスのレザーって言ったらね、今だったらそれぐらいするかも、新品だったらね、現状の、そう、うわかっこいい、かっこいい、かっこいい、映画俳優みたいな、袖丈もいいっすね、やっぱいい革使って、うわいいなぁ、いいなぁ、それ買えるんだ、いや買えちゃうもんな、変えちゃうもんな、やめろやめろ今年退職金出んじゃない、ちょっと待って、ちょっと待って待って、めちゃめちゃリアルな、めちゃめちゃリアルな、見てみてね、おどうぞ、うわこれいい、柔らかいし軽いしょ、ちょっと大きいかな、それがね、誰かの真似じゃない、大きいかな、66万、そう考えるとすごいお買い得、そう思いますよ、
うわオギーさん今日のあぴったりだな。色味とジョンロブのぴったりじゃないですか。ね、その色は色味と白挟んで。ね、うわこれめちゃくちゃ綺麗ですよね。程度いいっすよ。分譲ですね。めちゃくちゃ軽い。ね。ね軽いでしょこれ。3人で来ましたの初めて。で、あとちょっとこれも紹介して。あ、そっち。このバッグ。はい。これ蓋がこの重みで蓋になると。カチッもスナップもついてないんですか。そう、スナップついてない。やばこれ1枚、1枚蓋がいいし。これいくらですか。これは税込み29万です。これはいいんじゃないですか、マジで、うん、マジでいいですね、この重みだけっていうのもなんかいい、うん、黒ですね。黒で MacBook やめてこれにしようかな。言ってんの。いや、エルメス、エルメスさん、エルメス、ね、これエルメス、エルメス。靴も、靴もね、靴もいっぱいあった、ね。え、僕ずっとこれ欲しいなって。赤嶺さんほら愛用してる、あノベスタです。ノベスタ、はい、ノベスタ、バルカナイズの、はい、これいいですよね。いいですね。1万円ちょっとぐらいですね。そうなんですよ、コストパフォーマンス。そうです、発想がチェコスロバキア で、はい、でヨーロッパ のいろんな、国に輸出してたりとか。すごいね。これ1万3000円でしょ。こっちが、ね、1万1000円ぐらい。そうですね。あ、これハイカット、いいね、ハイカット。そうでも1万円ちょっとでね。そうそう、ローデンコートがね、いっぱいいいのがあったりとか、はい、ローデンね、数すごいんですよ、このお店は。もうだいぶ売れてなくなっちゃったんですけど、ね、そうなんですね、はい、これ古いグローバーオール。あ、これグローバーオールだ。そうなんだよ、あ、ほんとだ。グローバーオールのローデン。ローデンなんですよ。珍しいです、ね、珍しいです。ザグローデン、ちょっと着てみますか。着てみます。はい、すごいフローティングショルダーの。でもフローティングではないのか。一応まあ風にはなってますね。背中の切り込みやっぱここまで上がってるんですね。ただあの脇のベンチレーションないタイプです、ね。あ、じゃあ形が、そう、形がローデン風っていう感じ。ボタンがまたいいね。どう？ボタン、うん、ボックスな感じで。うん、いい。あ、可愛いな。だからこう打てるよ。うん、ボタンも可愛いしね。これいいな。これグローバーオールジュとか好きですね。ね。しかもダッフルで軽い。うん。ポッポ屋の、ね、これね。ポッポ屋のあれなの、ね、珍しい。やっぱりこの辺の80年代90年代になんかこう絞ったっていうのは、はい、なんか当時の思いとか。まあ基本的にやっぱり素材がまず贅沢にやってた時代だと思うんですよ。あの原材料自体が。あとは今と違うところは。まあ、ウールの染めの顔料とか、うん、今は使えないけど昔は使えたとか、うん、そういうのもあったりとかするので、ここまで古くないからコンディションがいいのもはありますし、たくさんあって、ね、これは英国ですかね、イギリス、イギリスまとまってますね。バーバリバーバリバーバリ、はい、ミドル丈です。ミドル丈、うん、バーバリバーバリ。あーでも庭があるから今っぽく着れます ね。どうしてもこう丈長いものが多いので、うん、ちょっとこうすっきりしてるものも、うん、そのフラップポケットも珍しいですよね。そうですね。このタイプでバーバリ珍しいですよ。いや珍しい、珍しいです。オルビスとウィルス&ガイガーとガイガー、ね、これうちのプロダクションで一度作ったもの、ウィルスの商標、ライセンス、ライセンシーです。ウィリス別注をクローチアさんが、あ、そうなんですか、作れる権利を持っている。これ S でしょ、俺着てみようかな、うん、これどういくら、これ、17万6000円。これでもすごい売れたんですよね。もう今出てるだけ、ね、はい、それだから新品ってことですか。新品、そうです、新品です。アメリカ製で、このウィルス&ガイガーブームの火付け役ってことですね、こちらの。そうなります、まあ、ね。慣れたらいいなって。そうそうそう、いやいやいや、8インチ。このフード結構長めなの、これ。そうです ね、 ね、しっかりあのかぶれるようになってます。そうですね、はい、この短丈のこの感じ、あ、良くないですか。いや、オーナー釣りやんないですもんね。僕は、はい、一切アウトドアやんないですもんね。はい、ジムですか。ジムで屋内ですね。ウェイト、ウェイト。
別のハンティングされてる。別のハンティングたまに、はい、ちょこちょこやってます。はい、お父さん。いる絶対必要ですよ、ね、大事なとこです。今のは絶対必要ですよ。クローチャーで必ずしなきゃいけないあのやり取りですね。そう筋肉とハンティングですよね。オーナーの顔をアップにプッシュしたい。いいな。でフードと外したバージョン、相川のこれが、そうです。そっかそっか、あ、これ外したここにスウェードが、そうなんですね。これほら、これ同じものですか。同じです。同じです。フード取っただけ。はい、フードとこのフックドライヤーを外して。また人の欲しがるから横取れちゃう。いいですね。いや、同じです。同じです。これがよく見えてきた。襟たたむとジャケットに、はい、これちゃんとタロンなんですよね、こういうところが。タロンジップのめちゃくちゃディテール細かいですね。ここにもついてる。ゲームポケットの新品だもんね、しかもね。そうですね。ご自身で味を出してる。そうですね。でも残りわずかですからね。そうですね。S がもう S のみになっちゃって。あ、ダックスじゃん。いや、ヘロじゃん。ヘロ。ヘロなんですね。ヘロの。見てください。で、くるみになってて、あとここね。あ、これフローティングダウン。うん、なってる。これもだから、ローデンスタイルですね。そうですね。襟の柄がちらっと見えるのがいいですね。まだとダウン系しかないようなグレーになっちゃいましたけど。もうこの当時はやっぱりウールコートっていう、そうですよね。ヘルノってもともとこういうのも作ってたんですかね。いや、もともとこっちなんです。こっちなんですよね。だってほら、レザーのバッグとか、うん、結構そういうエレガント系のアイテムなんかも作ってたりして、うん、で今またトータルブランドに戻ってきてる、ね、戻ってきてる、うん、これ閉じない方がなんか綺麗な感じですよね。これ閉じるよりもやってこっちの開けてきてた方が、あ、いい、おー、いい。どっかのなんかマサチューセッツのケーブルみたいな。よくわからないけど。ケーブル。あ、でもこれいいな。これいいですね。これなんか似合ってますよ。似合ってる。ここと合ってるんですね。合ってる。確かに。色拾ってね。色拾って。ね、結構これこんだけあるから。だからやっぱり閉じるよりも。フォロワーのすごいですね。ね。やっぱこんだけあると暖かいですよね。生地の量が贅沢ですよ。これいくら？99,000円。これはいいな。いや、これはいいです。ああ、嬉しいです。いいな。これはいいな。可愛いしね、これぐらい。いやいや、いいね。こっち見てないか。これはこっちもうちでこうプロダクションとして展開してる。そうなんです。アイトベー。そうです。M43 っていうシャンブレーシャツを。リバブルというか復刻して、アイクベーハーで作ってもらった。すごい。ミリタリーのシャツってことです。そうですね。大戦記の、あの名品のシャツがあるんですけど、ベースネイビーの、それをベースに忠実に再現してるってことですか。シャンブレですか。シャンブレ。シャンブレですね。三本針の。ここだけ三本針にしたようなイメージですね。なるほど。もうちょっとこうパカリングとかが起きやすいように。ちょっとこう武骨な作りにした。洗うと多分ギューってなる。アイクベアだ。これが水通る。あ、これ見たから水通るとこんな雰囲気なんですよ。これを作っちゃったっていう話ですね。作っちゃいましたね。どうかしてるというか。どうかしてますね。アイクなのでまあ綺麗なシャンブレシャツになるかな。US ネイビーのガチのやつってかっこいいんだけど、まあ状態がなかなか難しい。あ、そうなんですね。個体差もすごかったね。すごい。これサイズ展開は？M、L、XL で、はい。でももう売れちゃってるんだ。M は完売ですね。M 完売ですか。はい。欲しい。いや、俺も欲しいなと思って。欲しいな。これおいくらですか。これ33,000円。33,000円でしょ。これ33,000円はね、僕 M43 のリアルな値段大体わかるんだけど、こっちだいぶこれの方がお得かもしれない。この状態だったら。なるほどね。これも。わ、すごいね。これはいいじゃないですか、これ。これもウィリス。これウィリスの G8 っていうモデル。私物です。私物ですか。そうなんですか。これは売らないやつ。一応、こっちにデッドの G8 が全く同じモデルですね。これデッドだ。ウィリスの。あ、そんじゃ G。デッドだもんね。え？これデッドですか？デッドなんですよ、タグ付きの。もう基本的に出てこないです。僕も初めて見ました。これいくらですか？4
4万円じゃないですか。めっちゃかっこよくないですか。かっこいい。その顔は絶対そうだね。その顔は、ね、すげえ。もう分かるようになってきましたよ。いや、お父さんのここ動画出せないと思います。いや、これマジっすよ。いや、僕もね、やっぱこういう G8 とか A2 とか欲しいなと思うんだけど、うん、やっぱコンディションのいいのがないんですよね。そうそうそう、デッドですよ。うわうわ分かる、うわしか出ないの分かる。うめいてる、うめいてる、うめいてるよ、おじさんたちが。この肩の感じとかめっちゃくちゃいいですね。かっこいい。4万円かける10回払いにしよう。あいいじゃないですか。もう買う気でいるね。年内にも払い終わらないんだから ね、ちょうど年末ぐらい、うん、だってもう服買うぐらいしか趣味ないんだからね。いやいや、これ絶対買った方がいいですよ。これはいいですね。だいたい見たのかな。あとこれですかね。これウイルス、ウイルスの、はい、まあ、アメリカ製で、まあ、クロチャーが、まあ、次の2月ですかね、入荷するアイテムの、まあ、ヘミングウェイジャケットっていう、ヘミングウェイジャケット、はい、モデルですね、はい、これ試着できるんですか。あ、これありますよ。これだけサンプル、まだこれまだサンプルなんです、ね、まあ、サンプルしかないですけど、かっこいいですよね。ね、こう絞り具合というそう代表的なモデルですね、うん、あ、過剰じゃないのがいいですよね。そう、うん、ヘミングウェイ着てたやつか、あ、いいですね。あ、これはまだ洗ってないんですか。まだ、はい、洗ってないです。サイズ展開が S、SM、L、XL、XL、はい、これがいいね。これ M、いいじゃん。M、M、これ S ですか。S、36か。あ、S でいいですね。ね、S でいいと。これで36なんですか。そうです。で、これコットンだから、でも縮みが出るのが入れると、いいな。これいいね。鏡見てですか。いいじゃないですか。それ着てフローズン大霧を飲んだ。ああ、いいですね。いいですね。釣りして、釣りして。ああ、釣りして。甘木ですね。ああ、老人と海かける気がするな。かける。かける。これを着れば、強一じゃないですか。強一かもしれない。それじゃない。それじゃないから。あとタンっていうベージュの色もあります。あ、ベージュもある。あ、ベージュもいいですね。オギさんベージュ好きでしょ。ベージュ好き。僕もいいですか。もちろんもちろん。ベージュ今ないですか。ベージュは同じ生地でこれですね。モデルは違うんですけど。あ、生地がね。はい。生地感がこれですね。一応こっちが寒気って言って、雨が少ない時期で、こっちが雨季っていう。おじさん老眼だから眼鏡よく外すじゃない、うんうん、こう近くのも見えないからこういうところで差して眼鏡ケース、あ、眼鏡ケースもあって、はい、あ、そういうものだったのこれ。ヘミングウェイのためだけで作ったんですね。そうです。あ、2色でご用意します。いやー、これもまた売れちゃいそうだね。これが S でしたっけ。これ、まあ、36、あ、36、36、38、40、40、はい、ライカーが着てるぐらいクタッとさせるんだったら、もう乾燥させるとかっていうのを視野に入れると、縮めたければ乾燥機ギュッて入れる。なるほど。まあもうワンサイズ大きくてもいいのかもね。そうですね。散髪にして乾燥機みたいな方も多いです。こういうローゲージのニット、そうですね、ちょっと厚手のもの着るときは、キルティングのなんかあったかいやつ、インナーダウンみたいなの着たりすると、だから1枚選ばなきゃいけないね。いや、今日の一着を、今日の一着ね。いや、ありすぎるな。チジリになって。いや、俺チジリになって。これも本当めちゃくちゃいいな。三回して。恒例のオジーズの一着。はい。俺のオジーの一着。みんな着てるけどね。着てるけど。まあちょっと一回ね。はい。じゃあ番長から。僕はこちらですね。はい。バーバリーの。バーバリー。この丈？はい。丈短めですけども。はい。とってもなんか着やすいし、いろんなカジュアルに身の合わせができるかなと思って。万能ですね。ね、これ結構万能じゃないですか。もう一つがこちらですね。ちょっとお高いんですけど。いや、エルメスのこのバッグ、これね、極上です。うん。極上。極上です。これ知ってるかもそうですけど、あとこっちのワンショルダーで持つ、この感じでスタイリングするっていうのもありかなと思って。ちょっと今回2つ、こちらのものとこちらということでした。はい。で、大坪はですね、まあ、ウイルスガイが、ウィルス&ガイが好きなんですよ。ね、これがだから2月に出る。僕はヘミングウェイも好きなんですよ。通りました。はい、はい。に、このエルメスの、このね、スカーフがまたちょっと、
ちょっとね、折りが入ってる、ね、そうなんですよ、ジャガーとか、あ、ほんとだ、ほらわかる、あ、ほんとだ、入ってる入ってる、彼です、彼ですね、エルメスの彼、こう、パサッと巻くっていうか、こうちょっと挟みたいな、差し柄、差し柄に、うん、っていうコードで、もしくは中を、このシャンブレー、アイクベイハーの同化していくで、いいね、同化してるぜ、同化してるぜ、同化してるぜ、コードをこう合わせたらいいのかなと思いました、はい、でもこれもね、ほんと欲しい、ね、これいいでしょ、うん、これ間違いなくこれサイズあったら今日みんな買ってたんじゃない、だからパッカリングさせたいですよ、あ、これもパッカリングさせたい、はい、はい、はい、言うのやめといたけど、はい、はい、はい、どうぞ、で僕はあの今日着てきたダッフルの色違い、はい、ブラウンこっちの方がいいな、どうかしてこっちの方がいいな、同じもんなんですけど色違いで、いやとにかくいいんですよこのダッフル本当に、僕もダッフル好きで家に 5着ぐらいあるんですけど、結局着るのはこれ、やっぱね軽いんですよ、だけど肉厚だからあったかい、うん、ダッフルの中で一番いいと思います、これが今38万、で、まあ、ちょっと僕だって手出ないんで、まあリアルに買い物するんだったらこれ、あ、これ1万いくら、1万1000円ぐらい、まあオーセンティックなこうバルカナイズ製法でゴムを圧着させる、でこれの本当は僕ベージュが欲しいんですけど、はい、今伺ったらベージュは入荷したらすぐ販売が人気なんで、やっぱりそうなんだね、という2点です、はい、で着てみますよ、着てないでしょそう、オレンジとかネイビーはよく見るけど、あ、いいっすね、いいでしょ、あ、コデだな、うん、ですか、コデっすね、スタッキングじゃないの、あ、もう何度も横取りしようからね、そう、本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました、楽しいお店なんで、はい、ぜひフォルタの、はい、読者の方たちご自身も来ていただきたいなと、そうですね、だからインスタとか動画では伝わらない魅力が必ずあるから、はい、そうですね、絶対来て、はい、見て、ね、触って相談して試着させてもらってお話しして、すればまた違う発見がいろいろあると思います、はい、そうですね、そこがね、あのすごく面白いと思います、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました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 、聞き忘れた、はい、なんかニュースがありますか、あとはあの長野にもまた、はい、去年末クロチアに行きました、去年もついこの間じゃないですか、ついこの間、はい、長野市、長野市です、はい、インスタから飛んでいただければ、はいはいはい、ということなので、今日は本当にありがとうございました、ありがとうございました、じゃあ行きますか、行きましょう、アフタートークです、はい、じゃあ新年一発目、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございました、お疲れ様でした、うん、うん、いや、いい店でしたね、ね、よかった、なんかインスタとか見てると、うん、なんかちょっと敷居高いかなと思ってたんですけど、うん、なんか行くとそうなんです、物の魅力に、そう、あとね、あのお三方の人柄もすごい良くて、スタッフの方はね、ホスピタリティやるから、そうなんですよ、意外とこういろんな相談もできるし、うん、うん、行ってみると分かる、ね、そう、画面だけで見てると怖いから、そうそう、だから動画であの良さが伝わるといいですね、そうですね、昔あのブラウン良かったな、行きそうな感じだったね、あれいいっすよ ね、 ね、あれあんなにいいとは思わなかったです、袖を通して分かった、そう、やっぱ着ないと分かんないね、着ないと分かんない、あの革のジャケットっていうか、あのコートもあれがだから66でしょ、って考えると結構いいっすよね、うん、っていうか逆に安いんじゃない、そうそう、このダッフルはやっぱりプレミア今ついちゃってるから、うん、もし仮にエルメスでああいうのが売ってたとしたらもっと高いもんね、あ、レザーですか、レザーだったら、そうですよね、うん、それこそやっぱあの値段じゃ買えない、絶対買えない、2、300って感じじゃないですか、はいはい、200ぐらいするんじゃないですか、ね、少なくアイクベイハーのところの食いつきが一番すごかったです、アイクベイハーもうちょっと安かったらな絶対そうですよ、3万3000円、でもアイクベイハーのシャツって考えるとあの値段はね、そ妥当じゃないですか、うん、今だと、でも、ね、僕はヘルノとかはすごくお手頃、いや、あのヘルノは安い、安いだからすごく価値あるなと思いましたね、なんか俺10万円超えるとちょっともういいかなって、その10万超える服に似合うライフスタイルがないから、うん、誰かに10万が一つのラインです、そう だから誰かに自慢するわけでもないし、うん、だからそうそう10万が一つのラインかな、うん、
自分のライフスタイル、まあ、そうだね、ものにもよるよね。コートとかのやったら10万でもあるかなと思うし、そうそう、長く、そう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 1年一番欲しいのはあのエクワックのレベル7のダウン、あのハッピージャケットじゃん、なんかすごいあったかい、はい、最強のあったかい、うん、あれ欲しいんですよね。入ればキムチスンドゥブです。行きましょうよ、ね、あーすごい、美味しそう。生をもう一つお願いします。2つ、2つ、どうぞ、冷めないうちに、はい、いや、もう中だけ冷めない。いや、もう熱いの食わそうとしてる。じゃあ、チッチです。ガチョクラブ。ガチョクラブ。これもよく開けるんだ。九条ネギ餃子、よかったらどうぞ。はい。と、はい、いうことで、すごく楽しかったですね。はい、よかったですね。一発目らしく。ね、あの、ちゃんちゃんこ、ホッファーも。あれね。ぴったり、ぴったりんこだったんで。あん中ではちょっと異色な、セラドレだったよね。でも着てみたら意外と着心地もいいし、ちょっと気になったね、うん、さすがに、うん、ヴィンテージとか古着の割とこうトレンドを作ってるようなお店、彼らがやったものがその下のお店がウイルスとか仕入れたりとかしてるじゃないですか。そうそうそうですね。だからこうトレンドを作ってる、まあ、そういう意味でもありますね、うん、って感じた。楽しいお店でした。楽しい、よかった。あ、確かに、うん、ホスピタリティあったし、はい、結構霜系もいけるし。霜系急に俺たちの視聴者さんが言って霜系振らないで。ダメか、段階を経て、段階を経てください皆さん。じゃあ今年もオジエズツボボーク、はい、頑張っていきましょう、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。こんにちは。どうもこんにちは。すいません、失礼します。お待ちしてました。すいません。いや、これまた違うんです。違います。これから型紙引き直して、で全部生地もこれさえ持ってればっていうのは、うん、多分あると思うんですね、うん、もうそれはもう間違いないものをピシッと作りたい。究極の基本みたいなものがいいんじゃないかなと思います。そうですよね。あ、すごいな、これ。あらゆる女性にモテるコッです。ロックスラのウェブ系魂、星葉さんと私ともこれお宝ですよ。うわ、すごい。